党員手帳本校では、ドイツの政党国家社会主義ドイツ労働者党の制服について記述する。国家社会主義ドイツ労働者党では、党員用の制服が監球されており、多くの党員は制服を用いていた。特にナチ党の政治指導部においては、自らの政治的階級、権威を示す重要なものであった。これらの制服は主に褐色を基調としたものが多用されており、 突撃隊やヒトラーユーゲントといった他の当初組織においても同様の配色が取られていた。これらはイタリアファシスト等の準軍事組織であるクロシャツ隊を模したものとされるが、ナチズムのイデオロギーの一つである首都度の思想や農村への同型に結びついた農村主義的思想などに基づいたものとされる。エハールト旅団のヘルメットを用いる初期の突撃隊員1920年代の ワイマール共和国期のドイツでは過激な政治団体やフライコーア等の義勇軍組織は軍服を制服として用いていた。当初、ナチ党員の一部は当時の傾向に習い、義勇軍と同様に軍服を独自に用いていたが、後に党の準軍事組織である突撃隊が設立されると制服の導入を検討するようになった。ナチ党指導者であるアドルフ・ヒトラーの主張。 我が闘争の著述によると、主に陸軍の山岳部隊が用いた防寒着である、ビンとヤッケを突撃隊員の制服として規定し、他の一般党員との区別が行われた。この服装は、当時の社会民主党の準軍事組織である国旗団を参照したものと思われる。この頃の党員の服装は、共和国軍の軍服や民族服、私服といった混在した状態であった。 腕章を用いた、党員、コーブルク闘争時の記念撮影当時、スパルタクス団をはじめとする、共産主義者などの革命派は腕に赤い腕章を用いており、これらを、ナチ党は革命派のシンボルとして模し、党員は腕章を用いるようになった。腕章には、ナチ党のシンボルである、鍵十字があしらわれ、全体のデザインは、陶器と同じく斜めに傾いた鍵十字に、 赤白黒の配色であったが、一部では鍵十字が垂直にデザインされているものもあった。腕章の材質には様々なものが用いられた。党員用褐色シャツとケピボー1923年11月のミュンヘン一期の失敗の後、ヒトラー及びナチ党員らは逮捕、拘禁され1925年のナチ党再結成の後新たに制服が導入されるようになった。 新しい制服はイタリアファシスト党のベニート・ムッソリーに率いる黒シャツ体の黒色の制服が参考にされ、褐色シャツ型の制服が党の新たな制服となった。これらは帝政時代の植民地における軍の在庫品であった。基本的な服装はシャツ型制服に、聖望、ネクタイ、腰ベルト、ショルダーベルト、ジョーバズボン、ブーツという具合だった。 褐色シャツの制服は本来、突撃隊の制服として導入されたが、後に、ヒトラーをはじめ党の政治指導者など、後半に用いられ、これらのシャツ型制服は後に、所属や階級を示す気象が用いられるようになる。当初の色合いは、茶色味が強かったが、後に褐色に調色された。解禁型の勤務服この制服の祭壇は、 党の制服の基本型になっていた1933年、ナチ党が政権を掌握すると新たに、勤務服が導入された。この制服は、ギャバ人製のスーツ型海勤服であり、シャツ型制服と同様に褐色で、党の指導者であるヒトラーを、はじめ主に高級党員や突撃隊などが用いた。突撃隊用の勤務服は、党員用よりも、茶色味が強くなっている。また、 政治指導者用の勤務服には独自の襟章と腕章がついた。制服の祭壇は袖部分がカフス状になっており、前ボタン4つとベルトと目ボタンが後ろににつき、胸と腰の左右にボタン付きのポケットが計4つ配置された。ボタンには鍵十字をつかむ、わしの頭章が施されていた。ポケットの形状は胸ポケットにはステッチがあり腰ポケットは直角の、 形状になった貼り付け式になっている。右肩にはショルダーベルト用のループが付き、そこからベルトを通すようになっていた。勤務服の派生型に腰ポケットが貼り付け型ではなく、斜めに切り込んである外出着があり、第二次世界大戦末期には物資の不足からウール製の勤務服が生産された。また、祭壇が 同型の白色の書き用の勤務服があり、礼服としても用いられた。なお、それまでのシャツ型制服は、勤務服として、下級党員や一部の政治指導者が着用し続け、党大会やミュンヘン一期追悼式といった党の式典などの礼服としても着用された。一部の高級党員は海勤型の制服の他に、ダブルブレスト型の制服を用いていた。 一般的な祭壇は前ボタンが左右4つずつの軽圧であったが、前ボタンが6つの祭壇のタイプもあった。後者は袖の部分がダブルカフスであり、襟部分の形状もそれぞれ異なっていた。なお、ヒトラーの勤務服及びダブルブレスト型制服は、第二次世界大戦の開戦が近づいた頃からは、繊維公用のため褐色から国防軍の軍服を意識した。 フィールドグレー色になり暗章は、ハーケンクロイツの暗章から、和章の刺繍に変更された。初期のナチ党では防寒着が使われた。陸軍のオーバーコートやビントヤッケのほか、海軍の革製のピーコートなどが存在した。ナチ党の政権掌握後には、党員用の街頭が正式に導入され、街頭は、オーバーコートかマントに規定された。しかし、個人の思考によって、ビントヤッケや、 民生品なども用いられていた。党員用のオーバーコートは国防軍の召喚のオーバーコートと同様に襟回りと本体との配色が分けられていた。襟章と腕章は取り付けるように規定されていた。ナチ党の制帽は制服と同じく褐色の配色で構成されていた。当初は低世紀の軍用の企画帽や民間の山岳帽などが用いられていたが、 ナチ党再決闘後の1925年頃からは、和紙の帽子と、ボタンと顎紐で構成されたケピ棒が、新たに導入された。しかし、後に、軍将校の星棒と同型のものが導入されるようになった。初期型の星棒は、和紙の帽子と顎紐のみでコカルデが存在しない形状であったが、後に、ハーケンクロイツが彫られたコカルデが取り付けられるようになった。また、 性棒の形状は初期型では、クラッシュタイプの型があったが、後に、形状は統一されている。政治指導者用の性棒には、帽子の上部の周りと前面の鉢巻き部に、各区域識別のためのパイピングの縁取りがつき、それぞれの色が配色された。コカルデの部分は当初、ハーケンクロイツの丸型のバッジのみであったが、後に、金色のオークリーフの装飾が施された。 第二次世界大戦中には、西棒の他に、軍の山岳棒と同型の略棒が生産された。基本的に材質はウールであったが、個人によっては、制服と同型の面製の高品質なものを仕立てる、ものもいた。これらは、陸軍の山岳棒と同様に帽子の折り返し部分を止めるボタンが2つ、前面につき、これを外すと、耳当ての状態になるように裁断されていた。 ボタンには一つのものもあった。王将にはベボ折りの東和師匠がついたが、金属製の東和師匠を取り付けることもあった。革命予賞な地等における、勲章類には、血命勲章などをはじめとする、名誉賞が存在しており、党内での権威を示すものとして重要視されていた。特に重要なものとして、党員章と党の金属章があった。党員章は、 バッジの形状で大まかに二つ存在しており、一般党員賞と高級党員賞があった。高級党員賞には金色の縁取りが装飾されていた。一般党員賞は1930年9月の国会選挙における、ナチの躍進を見て入党した連中を指す、ひ、ょい、9月党員のものとして、高級党員賞の所持者から見下される対象になっていた。 当金属章は三等級に区分されたリボン付きの勲章であった。それぞれ10年、15年、25年の等級である。この金属章の獲得は、当の管区指導者にとっては大きな関心の的であり、当の文献の中には、その申請に関わる多くの文書が存在する。当本部は、この金属章の乱発を防ぐため、申請にあたっては、 第三者の証明を必ず必要とする厳格な体制をとり、受賞の要件を満たさない場合には、必要な申請があっても授与を拒んでいた。九百三十年頃より、党の政治指導者及び地域指導者には、階級と区域を示すエディションと検証が導入された。エディションは、甘製の真のフェルト記事を土台に、ドイツ軍の軍服のエディションに用いられる、立聖を模した記章が付き、 それぞれの区域を示す色が配色された。ナチ党の政権掌握後の1933年にエディが新たに新調され、1936年からは検証が廃止され、エディ賞の周囲に区域識別用の色付きのパイピング線の縁取りがついた。1932年頃の政治指導者用の階級賞ナチ党の政治指導部では、 党の政治的階級と役職を示す二重階級制が取られており、これらはエリ賞とワン賞で示された。1938年より新たにエリ賞の改定が行われた。エリ賞には和賞のモノグラムとダイヤ聖章が導入され、この階級は党員の政治的階級を示しこれらの階級は各指導部に区分されていた。階級一覧初期のナチ党が用いた。 政治指導者用の腕章階級は、ストライプ線で区別していた腕章における階級表示は、当初、党員の階級を示すものとして用いられ、1933年から段階的に廃止されたが1938年以降、党の地方事務所や格闘本部における役職を示すものとして復活し、党員の階級とは異なるものとして用いられた。なお、 全国指導者や大韓区指導者といった行為の階級は固有のものであった。階級区分一覧。ありがとうございます。